上空に怪獣が出現。パッションレート2機が追跡中です。監視衛星を呼び寄せ。はい。天候不良、レーダーに切り替えましょう。パッションレートがやられた。隊長、俺たちも応援に行かせてください。よし。待って、変だわ。消えた。前、監視衛星のオンネスサムを使って怪獣の消失ポイント周辺を検索しろ。ラジャー、これだ。至急南アメリカ支部に連絡取ってパッションレッドのビジュアルレコードの映像を転送してもらえ。ラジャー、長島、はい、今分かっている全ての怪獣のデータをサンプリングして。しかし、懸命の捜索にもかかわらず怪獣の行方は判明しなかった。怪獣に撃墜されたパッションレッドのビジュアルレコーダーの映像が転送されます。うん。これはどうした。まさかそんな。はい、こちらスーパーガッツ作戦司令室。カリア、どうしたんですか。お前なんか気になるのか。ああ、ナスカほど知られてないが、アンデス地方にデキサドルと呼ばれる地上絵があって、それと怪獣が似てるんだ。同じだ。おお、そっくりだわ。いたずら電話ですか。庭で怪人が輪になってるんですか。あ、で場所は千年町。千年町、千年町のどこだ。誰の、なんていう家だ。秋月さんって人の。秋月。カリア、どうしたんだ。偶然だとは思いますが、千年町に秋月博士といって地上絵の研究家だった人の家があります。秋月博士は3年前、ちょうどこのデキサドルがある地上絵の研究仲間に突然学会を引退されました。僕の恩師です。カリア隊員は秋月博士の家へと向かった。お客様だこと。お久しぶりです。何があったんだ。触るな。いやいや、よく来てくれた。元気そうじゃないか。どうぞ。ええ。こんにちは。ご無沙汰してます。とってもお似合い。そうですか。どうだい、スーパーガッツは。実は、このうちの庭に怪人を見たという通報がありまして、それで伺ったわけです。どうしたんですか？
ちの庭に怪人がいたんだとさ。デキサドルにそっくりな怪獣ね。博士の見解ではこの一帯の地上絵は誰が何の目的で描いたものだと思いますか？私は古代ゼネキンダール人が描いたものだと思ってる。ゼネキンダール人？うん、大昔地球を征服していたと言い伝えのある伝説の種族だ。ゼネキンダール人とこの怪獣は何か関係があるんでしょうか？私があの辺の地上絵に興味を抱いたのはナスカと違って地球上には存在しない獣の姿を描いてあったからだ。しかしそれが実在するとはね。ゼネキンダール人は今でもどこかで生きているんじゃないでしょうか？いや、わからんね。地球を征服するほどの力を持った種族がそう簡単に滅びるでしょうか？うん、わからん。今でもどこかで生きながられているゼネキンダール人がいるんじゃないですか？カリア君、私は引退したんだ。地上への研究はもうやってない。あれは？あれは大昔の出土品らしいんだが、何に使うのか私にもよく分かってないんだよ。それにしては随分大切にしてるんですね。ん？お邪魔しました。うん、また来なさい。お待ちしてますわ。では失礼します。どうも様子が変だ。俺はてっきりあれが本物の博士や翔子さんかと思ってました。ゼネキンダール人は人間の DNA をコピーして姿形を変えられるんだ。あれがゼネキンダール人？そうだ、私が現代に蘇らせたアンデスの地上絵を調査していくうちに奴らが古代に残した洞窟を見つけたんだ。そこにはゼネキンダール人のクローンを製造する機械とその体毛が残されていた。洞窟の壁に書かれていたのはその機械の使い方だったんだ。あれがクローンを製造する機械？すると怪獣も奴らが？デキサドルだけじゃない。ゼネキンダール人は地上絵に3匹の怪獣を隠してるはずだ。3匹？するとデキサドルと隣り合う2つの地上絵にも怪獣が。伝説ではゼネキンダール人が古代に地球を征服できたのは3匹の怪獣を操っていたからだと言われている。彼らの超能力思念が地上絵から3匹の怪獣を実体化させたのだと。大変だ。くそ、あれに手が届けば。カリア君、いいものがある。
ダメだ。キンダール人が3匹の怪獣をよみがえらせる前に早く地上絵を。分かった、よく突き止めてくれた。隊長、私が4人を救出に行きます。油断すんじゃねえぞ。ラジャー、ガッツリグル出動。ラジャー、サンダーで地上へを攻撃する。スタンバイ OK。 発射。ラジャWe'll be right back.
金が集まってるわ。怪獣を操ってるんだ。ウルトラマンダイナの活動時間は3分間だ。3分を超えるとダイナはもう二度と再び立ち上がることはできない。ダイナ頑張れ。昔に滅んだ種族が残されたわずかな細胞で復活を遂げるとは。いや、私の過ちだった。こんな恐ろしい古代の発明は歴史とともに滅ぶべきだった。決して人間が触れるべきではなかったんだ。いや、俺はすごいことだと思います。博士、研究を続けてください。地上絵の中に隠されたものがまだまだあることを思うと。やめろ、もう関わっちゃいかん。この機械だけじゃない、もっと恐ろしいものが地上絵には隠されてる危険性だってあるんだ。しかし人間はその全てを知ったわけじゃない。知る必要がない。知らなきゃ意味がない。せっかくゼネキンダールジンに勝てたのに、ここで人間が地上絵の研究をやめてしまったら我々はゼネキンダールジンに負けたことになる。地上絵の研究を続けてください。私はできん。逃げるんですか。地上絵から、自分自身から、あなたは逃げるんですか。地上絵の中に破壊や滅びをもたらすマイナスのものがあった。それがどうしたというんです。博士の力でマイナスはプラスに変えればいい。破壊や滅びをもたらすものは人間の幸せのために作り変えればいい。博士ならそれができる。パパできるよ。あなた頑張って。私と翔子がついてます。パパ、博士。どこにも逃げはしない。パパ、あなた、明日があるのさ。
発見されたメラニー遊星には地球と同じ環境の森林が広がっていた。可愛い案内者の出現でスーパーガッツが見たものとは。次回ウルトラマンダイナ幻の遊星、お楽しみに。